私です。今回は、秋田県能代市の、落合付近から、峰浜村、のポンポコ山の、ギリギリっていうところまで、ドライブした時の動画になります。でこの動画は、2022年の、6月12日の14時とか15時、その前後、の動画だったかなと、思います。でこの日はですね、ちょっと朝、草刈りをして、で髪を切りに行こうと思ったら、その髪切りに行く時間までちょっと若干時間が空いたので、コメントに峰浜村付近の動画が見たいというのもあったので、そこに、向かっている途中の、動画に、なっております。はい。でですね、この辺に来て4年ぐらい前ですかね、いつの間にかここ左折したところに新しい遺徳が、できていて、でちらっと見えるかと思うんですけど、ふと思い出すのが、この遺徳ができる前はそのもう一本左手に、ロッキーという、スーパーマーケットがあって、昔はそこで野菜を購入し、もうちょっとほど近いところにお肉屋さんがあって、そのお肉屋さんで、お肉を買ってですね、その昔その八森町の、海でバーベキューとか、そんなのをやって、前の職場のその仲間たちとそんなのを、大々的にやったことがあったと思います。はい。もうあれももうかれこれ、13年前とか、もうそのぐらい前になるんじゃないかなと思うんですけど、なんとなく、この日、天気がめちゃめちゃ良くて、まだそんな7月とか海開きしてるレベルでもないんですけど、なんとなく、この動画を今、見てて、当時、ここを走行中もそれを考えてたんですけど、この天気がいい感がその日の、感じに心なしか、ダブって、見えてですね、不思議な、感じがしました。はい。で、あとそうですね、こっち側のルートから来るとですね、この左手のこのマックスバリューさんですか、はい、これができたのももうかれこれ20年ぐらい前、だったかなと思うんですけど、そうですね、ここができて、あれですか、その頃ぐらいですかね、能代で初めてのセルフタイプの、ガソリンスタンドはここだったような、そんな気がするんですけど、アクロスとどっちが先だったかは思い出せませんが、多分さっきのマックスバリューが、第1号のそのセルフガソリンスタンドだったような、そんな気がします。というかなんとなくそんな、多分間違いないと、思います。はい。で、そうですね。そこ、落合付近をこう、今、後にして、こっち方面に、来るわけなんですけども、あと、ここからはですね、昔、私が高校生の頃ぐらいは、このまま、今の、国道とはちょっと違って、お家のある、ところをですね、昔は、その国道が走っていて、で、そうですね、その本当に高校生頃、社会人になってからも、しばらくそんな感じだったと思うんですけど、例えば、その、八森の海に行く時とかは、こっちのルート、この右手のルートですよね、ここを通って、八森とか、青森県の方に、岩崎方面とか、行く時とか、こっちを通って行ってたわけなんですけども、その頃に比べて、今、バイパス道が、ちょっと整備、されつつ、あるんですが、その頃よりも、ポンポコ山に、着く時間が、すごい短縮されたな感が、個人的にあって、はい。この道ができたのも、結構、いつ頃なんだかもう全然思い出せないんですけど、はい。できてからはすごいその八森町とかが近く、感じられるように、なっております。はい。で最終的に今、そのポンポコ山に、通じるもう一箇所、バイパス道を作っているっぽいので、それができたらまたさらに、ちょっと、時間、早く、行けるようになるんじゃないかなと、思います。はい。そんな感じです。でですね、
そうですね、もうちょっと最近のことを、ちょうどいい機会なんで、ここでいろいろ言おうかなと思うんですけど、最近はですね、このもう夏になっていろんなところに行こう行こうと思うんですけども、何分私引っ越しをしてしまいまして、でまあその週末のたんびにあれが必要だこれが必要だとか、でまあなんでやれあれが足りないとかまあいろいろあって、あとあれですね、その田んぼ、草刈りとか、まあいろんなことが重なってなかなかあんまり、いろんなところに行けてないような、そんな感じです。まあ、ちょっと前にあの秋田市の絆祭りっていうのがあったんですけど、まあ、そこもですねなかなかタイミングが合わず、そのお祭りの本体、まで、行くことができずですね、ちょっとなんか残念だったなと、思います。ですが最近その秋田市の方でもその関東祭りとかを、多分秋田県内もそのいろんな祭り、今年は多分能代市の花火とかも大々的にあのあれですかね、宣伝するんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今年は、そういう花火もうあと1ヶ月あれば、もう私もそろそろ落ち着くと思うので、まあ、いろんなところに、行ってみたいなと、思います。はい。で、あ、そうそう、でここの右手この道路ちょっと、拡張というか、この右側の、新しいルートを作ってるので、ここが、おそらく未来の、国道というかバイパス道になるんじゃないかなと、思います。はい。で、まあ、このまま、まあ、ポンポコ山に、まあ、もう少しで、まあ、着くんですけども、おそらく、まあ、何分、この動画上で、おそらくここに至るまで、ちょっとカットしてる部分もありますけど、この時点で8分ぐらい、さっきの、落合から8分ぐらいでここまでは、たどり着いてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、これでも多分おそらく2、3分、先ほどのバイパス道が完成して短縮されてると個人的には、思います。なのでもう、まあ、もうちょっと、この道路多分おそらく最終的にここに、バイパス道はくっつくんじゃないかなと思うんですけど、まあ、もう少し、まあ、カットされて、だいぶ近く、感じられるようになるんじゃないかなと、思っております。はい。ということで、このまま、まあ、峰浜内部もいろいろと動画に撮ってきたんですけども、まあ、ちょっと、長くなりそうなので、一旦ここで切りたいなと、思います。ということで、以上になります。ご視聴ありがとうございました。